コンフィデレーションズカップではブラジルに日本は完敗しましたけど、なぜ勝てないのか分かりますかね。まあね、あれですよ、サッカー人口と歴史なんじゃないですか。ちゃそれ言うたらもうずっと勝てる見込みないですか。ないないない、もうあれやん、ブラジルがもうサッカーやめなくない。僕はね、はい、音楽性と関係してるとまず評論させてください、ね、あ、そうですか。ブラジルのジルバ、ボサノバ、タンゴ、マンボって日本の音楽の、まあ、リズム感とは違うわけですよ。うん、うん、確かにね。今世界的に評価されているブラジル代表、あの10番のネイマール選手の得意技は何でしょうか。大、うん、内刈り。ちゃ骨折するわ、あの柔道ちゃうから、ね、大内刈り骨折しない。あ、これちゃんと受け身しちゃ大丈夫。あ、そうなの、うん、いやそういうことじゃない。ドリブルでしょ。でドリブルがうまいということで、それこそテンポとリズム感が最も大事だと言われていますよね。ほうほうほう。日本のリズム感ってね、祭りの拍子とか太鼓とか、まあ、学校で子供の時に習ったね、うん、あの親しみのある音楽あるでしょう、はいはい、やっぱその影響って選手たちもあると思いますけども、うん、小刻みのリズムっていうのはね、やっぱドリブルに最適なんですよね。なるほど。あとはメンタリティやね、まあ、サッカーで成功して親を支えたいと思うブラジルの子供たちはね、結構多いですよね。ああ、まあね、まあでも言っとくよ、うん、最近の選手は昔のようにね、スラム出身多くないみたいなんですよ。ああ、トップ選手、ね、まあ、例えばね、うん、オスカル、ネイマールなんか整った環境でサッカーしてましたからね。なるほどね、うん、まあまあまあ、そういう選手も出てきましたけど、うん、まあね、そうじゃない選手ももちろん多いですけどね。そうでね、あの、うん、私のね、流れ変わるから。ああ、ごめんごめん、まあ、ハングリー精神ってことでしょ、言いたいの。そういうことです、うん、まあ、あとは、まあ、はい、緩急と言いますかね、ほうほう、スピードじゃないですよ、うん、メリハリと言いますか、まあ、気楽に考えながら体がリラックスして、そして勝負しなければならないタイミングで力を出すという、あのブラジル人のバランスですね。なるほど、まあ、日本人真面目やからね、うん、90分間勤勉にって考えてるっぽいですからね。そう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 、まあ、強豪国はなんか抜いたりこう入れたりって、ね、そういうのをやってる。イタリアなんかもそうやったもんね。そうでしょ、うん、でブラジルに行ってね、まあ、今回も行ってみて日本との違いをこう結構ゆっくりこう見てみたんですけど、はいはい、やっぱりね、最後に僕がちょっと付け加えたのは、うん、ゴスペルのメンタリティってあるんじゃないかなと思ったんですね。ゴスペルですか。うん、だからブラジルもね、まあ、移民の国家でしょう。でネイティブの人だけではなくて、白人のポルトガルの人もいたし、アメリカと同様に黒人の奴隷の人たちも、まあ、いましたよね、うん、マニケージもいるしね。そうそうそう、まあ、でも、まあ、一部でしょう、うん、でポルトガルが運んだものといえば実はゴスペルですよね。日本にもザベル来たからね。そうで今ブラジルではゴスペルがめちゃくちゃ盛んなんですよね、うん、でこの20年間でブラジルの音楽業界も変化しました。で人々が普段聞き慣れてる音楽にゴスペルがかなり普及してるんですよね。じゃあそれとサッカーがどう関係あるんですか。これね、まあ、実はですけどもね、クリスチャンが多い国はね、国のためにみんなで必死に祈るんですよね、うん、だからそのブラジルの選手のために試合中祈ってるんですよ、うん、こういうことであんま日本はないと思うんですよね。まあ応援してる人は多いですけどね。そうそう、うん、頑張れ頑張れ、そうありますけど、うん、サッカーの試合はね、国の代表の試合なんで、ブラジルの人たちは祈りを持って応援するんですよ、うん、でその祈られるメンタリティって日本にはまだまだないなと思ってますけどね。なるほどね、リズム感とメンタリティで最後はゴスペルにつなげるっていうね、うん、まあ日本戦でね、いつかゴスペルが応援歌になってほしいなと思っています。頑張れ日本、ワールドカップまであと1年。